get ready. 突然です。ネメシスです。カラセン。にゃーということで、ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、撫でちゃった猫、飲んじゃったもの、食べちゃったもの、おなんかの話をしております。と言いつつ、ほぼ、ね、テレビの話しかしておりませんが、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は、まあ一日中家で作業しておりましたが、今日ね、また阿佐ヶ谷ロフトから、阿佐ヤンという水道橋博士が、さんがやっているイベントがありまして、まあ配信で見れますので、ぜひね、アーカイブもありますけども、生で、まあアーカイブでもいいですけども、見ていただきたいなと思っております。本当に毎回毎回、昔あったアサヤンのね、を彷彿とするというか、もうほぼアサヤンですよ。モームス以前のね、浅草橋ヤング用品店の令和版ですね。本当に面白いので、1回目がルー大柴さん。で、2回目が何だった？ 2 回目が、あら、何だったっけ？ 3 回目が前田明さん。2回目何だったっけ？ 2 回目何だったかな？ね。もう忘れちゃった。で、今日は4回目、5回目とあるんですけども。4回目が新人発掘オーディションといってね、これ本当に、いや、まあテレビじゃできない。とかね、なんだったらアーカイブで、まあアーカイブ配信は大丈夫なんですけど、後に YouTube に上げるときもだいぶこう大丈夫かっていうようなネタがあるそうなので、これは楽しみですね。やっぱりなんていうの、共犯者になっていただければというか、はい。で、2部目が、あ、昆虫食。虫のね、あれです。以前にね、僕もやってた番組で、昆虫食、取り上げたことがあるんですけども、その話ですね。どんな内容になるか、井上咲楽さんが出ますんで、ぜひ。ってな感じですかね。その準備をしておりました。で、テレビですね。見ましたですわ。見ましたか。ネメシス。僕は1話、2話とね、見てなかった。昨日じゃないや。昨日かな？ 3 話目が放送されたのは。これ昨日だっけ？ね、日曜日夜、昨日、あれを見ました。TVer でね、やっぱり TVer かよって。ね。なんか最近もう TVer しか見てないというか、喋るために TVer を見てね、俺は一体何をしてるんだとか思いながら、まあね、あれですよ、本当に、なぜ、まあテレビが好きっていうのは一番にあるんですけども、こう、ね、テレビがオワコンだ言われてても、やっぱりなんていうんですか、トレンドワードに上がってくるのはテレビのことだったりするじゃないですか。それのどこがオワコンなんだってね、僕はずっと思うんですよね。やっぱりテレビの影響力って本当にまだまだ強いなっていうのは感じておりましてね。で、まあトレンドに上がってた番組のことを喋りたいなとは思ってるんですけど、ネメシスって上がってたのかな、どうだったか。上がってたような気がすんな。まあ上がってたんで、僕もね、わざわざ見たんだと思うんですけども、探偵のお話ですね。広瀬すずさんと、江口洋介さん、やっぱ面白いっすね。なんだろうな、こう昭和な感じを残しつつね、いや面白いというかね、いい役者だなと思って見てました。あと桜井翔さんね、がその3人がやってる探偵事務所がネメシスという
て、まあそこに舞い込んできたというかね、事件の解決をしていくという話で、まあ1話で、その事件は解決していくんですが、いろいろ伏線を張っていてね、こう1話2話見てなかったんで、ホームページでこうあらすじをこうさらっておりましたら、あの1話目ではなんか20年前に失踪してる広瀬すずさんのお父さんね、中村徹さんがやってるそうですよ。それのなんか20年前の映像がチラチラと流れて、あれはどういうことで失踪しているのか、まあ多分これね、このドラマの中でそこを解決していくんだろうなとは思うんですけども、それ以外にもいろんなこうね、こういつ回収するんだっていうみたいな伏線はもうやたらめったら張ってるようで、まあ、そこをね、こう追っかけるのも楽しみではあるとは思うんですが、中で出てくるね、3話目ではもう最後の方に何ですか、料理を振る舞ってた女の子がねいるんですけども、こうあれは誰だったんだろうと思ってね見たら、何でした、謎料理店ドクターハオ2の看板娘役で出ているリンリンさんというね、役で出ている三島あよなさんっていうのが、これまたね見つけちゃいましたよ。もう何度も言ってますけども、僕はあの無類のね、あれじゃないですか、無類のあれ、無類のボブ好きじゃないですか。で、広瀬すずさんがね、まあ、ボブでいいっつったらいいんですけど、ちょっとウェービーじゃないですか。もうやっぱ黒髪パッツンボブがあの世界一だと思ってるんで、こうブチャラティのようなね、なのでやっぱあのね、ウェービーなボブはね、ちょっとね、なんですかね、点数で言うとこう減点されちゃうんですよね。黒髪パッツンボブの時点でも90点確定ですよ。でちょっとウェービーになっちゃうと、そっからね減点、そうだな、5点減点かな。で逆に、黒髪パッツンボブで姫毛がつくとね、これ加点されます。15点、もう100点超えちゃうね。あ、何を言ってるんだ俺は。え、でお団子にしてるね、お団子もねいいじゃないですかね。花より団子とはよく言ったものでね、ボブより団子、ボブより団子か、いやまあいいだろう。ってことで、その三島あよなさんがね、こうお団子なんですよ。で画像検索するとね、こう出てきたボブの画像がね、参っちゃったな本当に。だからこれもこう毎週見なきゃいけない案件、仲間入りですよ。というか三島あよなさんを追わなきゃなんないね、こうな、何か使命を感じてしまいましたから、というような感じでドラマを見ておったんですが、まあ話はね面白いですね。探偵でよくできた、あのあれがね橋本環奈さんが天才だ、まあ、大学生役で出てるんですけども、頭脳明晰、数学が強いというね、犯人の場所をねこう計算で求めたりとか、するようなことをしておって、これはなかなかね似合いますね、あの頭脳明晰役が。こうなんていうんですかね、いろいろねノートを取り出して、いきなり計算をしだしたりね。で割り出せ、八景島シーパラダイスで起こったね爆弾事件の解決をやってたんですが、その爆弾の設置してある場所はどこだとかね、割り出してここにあるぞみたいなことをやってましたが、もうなかなかね面白いですね。ずっとね、絵的にはね、なんていうんですかね、必ず、こう綺麗どころが出ているんでね、ずっと楽しめる、目の保養になるっていうね、まあ、このご時世そういう言い方は許されるのかどうなのかね思いながらも、まあそういうあれで目を引きつける目的で出しているんだろうしっていうところは思いますけどね。
いや、面白いドラマですね。で、あのホームページの過去の何ですかね、あらすじとかあのストーリーがね、こう結構丁寧に書かれているんですよ。こうライターを入れてるんだと思うんです。その人の感想がね、まずあって、あらすじこんなんでみたいなね、書き方をしてて、これなかなかあのちゃんとホームページもちゃんと作ってて、こうとはいえあのネタバレをせずにね、書いてまして、なかなかしっかり作られておりますね。うん、っていうのをあの感心したというかね、相関図とかもね、やったらこれ人が多いんだよ。こう本当にね、細かすぎる相関図全体図なんでね、あーってね、役名でドワーッとこれざっと数えて何人ぐらい出てますかね、もう50人近く、名前が上がって、こういう関係でみたいなね、ありますけども、いや非常に面白いというか、桜井さんのね、おとぼけな、まあこうなんて役柄というかね、自称天才といって、まあ最後にこう広瀬すずさんにどうしてかえこの謎が解けたんだみたいなことをこう耳打ちね、ささやきおかみ状態でこう警察の前でね、こう発表するシーンがあるんですけど、そこはなかなかね、こうニュースキャスター前としてていいんじゃないですかね、っていうのを見てて思いましたね。でまだまだたくさんね、本当にこれすごいすごい役者さんを揃えたなってね、いう感じでね、いや面白いね、って思いました。ぜひね、あの1話完結し、まあ前後でね、いろいろこうサブストーリーというかメインストーリーじゃない、 そっちがメインストーリーなのかな、あの続いておりますが1話完結で、探偵物なんでね、事件解決まで見れますんで、こう今からでもね、おかげでも僕みたいに、全然平気だと思いますし、なんといってもやっぱり三島彩菜さんを、これはね、こう大注目ですよ、って思いながら見ておりました。まあ、TVer でありますし、なんだったら Hulu でね、もう全話配信しておりますし、あれもなんかやってんだよね、なんかアブデカみたいなやつが出てくるんですけど、刑事コンビがね、それのなんていうんですかね、アナザーストーリーというか、やってるみたいなんで、それも見てもいいのかなとは思いますね。といったところでね、今日は、ネメシスのお話でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。